フジモンです。今日はですね、DIY なんですけど、新企画。いきますよ。フジモン3分間カスタマイズということで、まあね、ネタ的には3分間クッキングのパクリかな。まあ、車で、3分でできるカスタマイズっていうのを、ちょっとチャレンジしていこうかなと思います。まあ、自分自身そうなんですけど、昔から完成を急ぐ派なんで。で、まあ、最近ちょっと YouTube も長い動画が多かったんで、まあ、短く3分ぐらいでできることをやって、パッとやってパッと評価していただこうかなと思っておりますんで お付き合いください。ということで、今日は第1弾ということでやっていきたいと思います。じゃあ早速ネタを見せていきたいと思いますんで、乞うご期待。はい、じゃあ早速3分で、カスタマイズやっていくんですけど、というか、そういえば、本家、元祖、キューピーの3分間クッキング、YouTube とかで今見直してたら、3分じゃないね。3分じゃないよ。それダメ。3分言うてるんやから3分でせなあかんね。ということで、フジモンの3分間カスタマイズは3分で、やりますよ。ほんまに。そういうネタしかしない。ということで、ほんまに3分でやるっていうので、Hey CD、タイマー3分。はい、ということで始まりましたんで、こんにちは。3分間カスタマイズの時間がやってまいりました。フジモンです。今日はアンテナボール作りたいと思います。材料はこれ、ホームセンターで買ってきた、なんていうの、発泡スチロールの玉4つ入って300円ぐらいだったかな、売ってました。港南で入手です。で、まあ、これだけだと寂しいんで、色塗ったりしないといけないんで、多分これね、油性の分とかで色塗っちゃうと、まあ、おかしなことになっちゃうんで、水性でってあったんですけど、水性でもう何か絵を描こうかなと思ったんですけど、うまく描けなかったんで、これ、100均のなんか可愛らしいシール、はい、これ買ってきました。これを貼りますわ。貼って、なんか昔あったムーンのアンテナボールみたいな感じにするっていうだけ。それだけだよ。ちゃんと間に合うか。で、まあ、これシールなんですけど、うまく貼れるかどうかわかんない。ちょっとちっちゃめのやつを貼るだけだよ。だけもうまく貼れるかどうかっていうのもね、また一つ。はい、こんな感じ。ぽいね。ぽいね。で、これだと、後ろも、後ろから見たとき用に、後ろにも、こうかな。海を見てるんでちょっとしわってますけど、比較的小さいので、貼りました。はい、でこれだとアンテナ刺さらないんで、ハサミで、まあ、適当
テナぐらい、何杯ぐらいかな、ちょっとわかんないですけど。はい、3分ちょっとできました。これね、これアンテナに挿して終わり、3分間で終了ということで、つけた感じどうなってるか、どうぞ見てください。